ベイスターズからポスティングでメジャー移籍を目指していた筒香嘉智が今日、タンパベイ・レイズに契約が決まったということで、ちょっと急いで動画にしたんですけれど、まずタンパベイ・レイズと筒香、今日の深夜に2年1200万ドルという契約で合意したというニュースがツイッターに流れてきて、筒香のレイズ入りというのがおそらく週明けぐらいには発表されるだろうという見込みです。レイズはあまりこうお金に余裕のあるチームではないんですけど、ただ2年1200万ドル、平均年俸にすると、年単価600万ドルなんですけど、それってレイズでもう4番目に高い数字なんですね。レイズ側も筒香に対して非常に高評価を与えているというところではあると思うんですけど、レイズの考えっていうのをちょっとまとめて話してみようかなと思います。で、筒香に関してですけど、そこそこ、日本自体を考えれば、ホームランが期待できますし、で、何より出塁率が非常に高いですね。ボール球は全然振らないですし、フォアボールも安定して選べると。で、レイズは先日ですね、トミー・ファームという外野手を、サンディエゴ・パドレスでトレードしてるんですけど、ファームも、出塁率が高いような外野手なんで、おそらくその似たようなタイプの選手を、ここで狙ってきたのかなと。で、レイズのレフトにはすでにそのファームの後釜としてハンター・レンフローっていう選手を、同じパドレスとのトレードで獲得はしてきてるんですけど、レンフローは今年33本のホームランを打って、あまりこう、右投手をあまり得意としていない選手でして、で、左右の成績を見ると、対左であれば、OPS は9割6厘あるんですけど、これが右になると OPS は7割3分3厘になるので、結構顕著な左右差があるんですね。で、おそらくそこで、筒香左打者ですから、レンフローが苦手としている、対右投手というところで、筒香の役割というのは、そこにも期待されているのかなと。で、ただ、さすがにそのレフトの、レンフローとのプラトン相手だけだと、ちょっと筒香の出場機会っていうのは限られると思うので、おそらくその筒香、他のポジションも守ることになるのかなと。で、今年なんか、筒香、宮崎が離脱してた頃に、サードを守ってたこともありますし、あと他にも、ファーストですとか、DH とか、そういったところの出場機会っていうのもあるのかなと。で、そうなると、ライバルとしてレイズには、ネイト・ラウとか、チェジマンっていう選手がいるんですけど、どっちも、このライバルたちみんな左打者なんですね。で、ちょっと、あまり差別化ができてない、できないと、ちょっとそこ、そのファーストですとか、DH での出場機会っていうのはあまり望めないかもしれないので、ぜひですね、筒香に関しては、彼らと差別化をして、出場機会を増やしていってもらいたいなとは、個人的には思っています。で、筒香についてなんですけど、とにかく打たないと、価値は出ないですよね、彼に関しては。日本自体から、レフトの守備はあまり、良い部類ではないですし、で、当然足も速くないので、とにかく打たないと、メジャーリーグには残れないので、ぜひですね、日本と同じぐらいの打撃成績っていうのをちょっと残してほしいと思いますし、で、また日本自体は結構速球が打てないっていうふうに、筒香よく言われてたんですけど、ただそれはエンゼルスの大谷翔平も日本時代に同じことを言われてたんで、そこはそんなに問題にならないんじゃないかなと個人的には思ってます。で、もともと筒香はメジャー行くことを念頭に結構毎年ガラッとこうバッティングフォームを変えたりしていたので、そういったその変化には躊躇はない選手だと思うんですね。なので、メジャーの、速球、対応するまではちょっと時間かかるかもしれないんですけど、そういったところで、バッティングフォームとかをうまく改造しながら、ぜひメジャーの環境に慣れていってですね、日本のように、日本でのプレーのように、打撃で非常に目立つ選手に、メジャーリーグでもぜひなってほしいなと、個人的には思っております。